なんでライン返してくれないの？彼氏に無視される、遊ばれる女子の共通点とは？好きな人を虜にする3つの恋愛裏テクニックを知りたい人は他にいませんか？4. 恋人ができる前より仕草がぐっと女っぽくなった時、だらしなく足を広げたりしなくなった10代女性というように、恋をしている女の子は女性らしさを意識した立ち居振る舞いができるようになるという意見も。好きな男性がもしここにいたら私のことをどう見るだろうと常に意識して行動すれば、女らしさを手に入れられそうです。 5. ダイエットに挑戦し実際に綺麗になった時、やっぱりモテたいなら痩せるのが一番。30代女性というように男性に好かれるためにボディラインを整え見違えるようになった友人を見て反省する人も。恋愛中でなくても痩せてミニスカートを履くなど何か目標があれば、ダイエットへのモチベーションにつながるかもしれません。 6. 幸せのオーラが出ていて周りの雰囲気も明るくしている時、いつもニコニコしていて羨ましい20代女性というように、恋する女の子は不思議なエネルギーに満ち溢れ周囲にも幸せを分けているという意見も。パッと人目につくような変化はなくても常に笑顔を絶やさないようにすれば周りの雰囲気を明るくできそうです。